ホリエモンチャンネル。すいませんね、他の芸人に触れてて、こんにちは、堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。ということで、本日も質問に答えていただきたいと思います。はい、それでは今日の質問です。現在27歳でデザイン関係の仕事をしております。自分はこれからウェブデザイナーになりたいと考えていて、 HTML や CSS などについて勉強しています。質問ですが、ウェブ制作会社に就職するために気をつけておくべきことはありますでしょうか。またウェブデザイナーの今後はどうなっていくと思いますか、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、本日はですね、六本木にありますバーバンカラさんからお届けしてます。そしてゲストは株式会社ギャラクシーエージェンシーの金谷元気さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。ではここはバンドでカラオケができるというね、堀江さんも毎日通ってるという、はい、毎日じゃないですよ、ね、それ言い過ぎでしょ、ちょっといやまあね、堀江門チャンネルということで、質問に答えていきたいと思いますが、はい、私はこう答えました。ざっくり質問だな、気をつけるとかそういうのはないんだよ。結局ウェブデザイナーなんて腕がいい、かっこ、仕事が早くてセンスがいいかどうかだけだから、どんどんウェブサイトを作っていけばいいじゃん、結局場数なんだから。ウェブデザイナーの今後って収入の話だとしたら、ウェブデザイナーはこれからも当然必要でしょうが、グローバルで分業するんで、単価はどんどん下がるのは間違いないというふうに答えました。だって今ウェブのサイトの制作とかってインドとかロシアとか、うん、みんな外注してるもん、ルーマニアとか、うん、安いし、デザインでその日本語とか関係ないところの外注だったら全然クオリティがいいものをすごく安く作ってくれるんで。今日もとある都内にある3D の立体撮影スタジオ、前ちょっとやったじゃないですか、寺田さんが、はい、あれのすごくもっとクオリティをいいやつを霧島ローランドさんっていう写真家の人がスタジオ作ったんですよ。で今ちょうどそこを見学しに行ってきたんですけど、あれって 3D スキャンしてCG 寺田さん作ったじゃないですか、うん、こうやってね、まだあんまりクオリティ良くなかったんだけど、あれをイギリスにあるインフィニットリアリティーズっていう会社があるんですけど、そこのスタジオ並みに作れるスタジオ、あれですよね、質感まで表現するっていう、そう、ね、あれをね作ったんですよ、で霧島さんが。でライティング、まあもともとカメラマンなんでライティングとかすごく気を配って、うん、で瞬間撮影した後あれですよ、そのレタッチっていうのをインフィニットレベル のレタッチする人インドとかに結構いますよみたいな話になって、その単価がやっぱり安いのよ。利用されてますか？そうですね、クラウドワークスは使ったことはありますね。本当にそれは駐車場の写真撮影で、地方すぎて行けないところとか、まあ、1000円で撮ってくれる人とか結構いますので、ということです。はい、ということです、はい、ということで最後に告知をお願いします。はい、全国の空いている月決め駐車場や個人宅の、駐車場をですねシェアできるアプリやっております。アキッパよろしくお願いします。ぜひアキッパで皆様検索してみてください。はい、そして私たちホリエモンチャンネルの DVD が発売になってます。未公開シーンなどなど盛りだくさんでですね、勉強もできる楽しい DVD になってますので、ぜひ皆様ご購入よろしくお願いします。ということで、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネルをよろしくねー。